こんばんは、としゃくでございます。ではね、本日はですね、今選挙真っ最中なんですけれども、すまさかね、最初に行ってみたいと思うんですけどね。いやー、どうなる感じですかね、選挙もね。まあ、だいぶね、折り込んでるんじゃないかなと思うんですけど、まあなんかね、裏金裏金って言ってその影響がありそうな気もするんですけどね。なんか、どうなんだろうなーって気も考えるんですけどね。 まあ立憲に入れる理由がちょっと私もいまいちよくわからないんですけど。はい。まあね、もうちょっと若い人がね、選挙に行ってくれたらなと思うんですけどね。まあまずね、フィールですね。いやー結構落ちてきましたね、と。まあこれはどこで拾うかというと、やっぱ一つはここですね。多分2000円で拾いたい感じですよね。うん。ちょっと待ちなところかなとはね、思いますね。はい。えっ、ー、と。 セガサミーの番号を忘れちゃいました。6460ですね。はい。で、6460、セガサミーは、というと、こっちもね、ちょっとフィールズほどではないんですけど、やっぱ、なんだか75日戦ぐらいまで、うん、落ちてきそうかなっていうところはね、あるかなと思いますね。ちょっと今、難聴かなと。それが一目の壁で反発2800。ちょっとその後で見ときたいですね。まあちょっと月ッツェの試合次第かなっていうのもあるんですけどね。うん。で、三挙。 三期もちょっと崩れてきましたね、と。いうところで200日までね、来るかどうか。なんだかここ月、どうなんだろうな。ちょっとまあ今じゃないですけどね、三期はちょっと、うん。ここもゆっくり上がっていくんでね、三期もうちょっと見てみたいなと思いますね。で、平和。平和がズドンと来ましたね、と。さあ、こっからどうなるか。 でも、ある程度ね、こっから落ちにくいとは思うんですけどね、3シグマのところ。ちょっと似てますよね、こことここ。うん。まあ、なので、ある程度、ただ一目のとこに入ったんで、うん。ちょっと様子は見たい。反発。やっぱ月の自愛しないかなと。やっぱズドンっていく可能性は多いんやるんでね。はい。で、マースというところで、マースやばいっすね。 すいません。全然大外れでしたね。全く上がる気配ないと。でももう、ハイトリマル6.25ですよ。さすがに。ちょっとここの暴落まで行ったら入りたい。ここはちょっと確実に買いたいですね。ここに行けば、は、買っていきたいなとは、思う局面かなと思います。まず。ちょっと久しぶりにマミヤはどうかというと、まあマミヤはなんとなくって感じですかね。はい。 6249。ゲームカードジョイコ。うー、ということでジョイコもね、来ましたね。大はずでですね、本当に。うん、なかなか厳しいなぁ。売る理由もないと思うんですけどね。うん。大国、ここがまあ唯一堅調なんですよね。うん。ただ、慈愛次第ではというところではあるんですけど。でも、拾うんだったらマ回すかなーって気はしますね、順番的にね。うん。 で,で、アクセルと、アクセルもね、ちょっとここ超えなかったっすよねうん。もうちょっとね、なんか、勢いが欲しいなと思うんすけどね、どうだろうな。6418、日本金銭機械。ここもね、本当にだだ下がりですね。まあ、ただね、落ちたら拾っていけるんじゃないかなと思うんですよね。うん。 で、えっと、富士商事と、6257だったっけ ?6? 富士商6257ですね。625の士商事も、もう1200円台来ましたね、と。いうと、ころでこっから反発してくるかどうか。うん。まあ、なかなかちょっとね、厳しい試合ではあるんですけどね。はい、まあ、このままね、頑張っていてほしいなと思うんですけれども。 はい。まあ今日ね、ちょっと選挙の結果がどうなるかというところなんですけどん、ちょっと今んとこなんともなんともって感じですけどね、まあ逆にチャンスかなとも思うんで、はい。まあね、ゆっくり行った方がいいかなと思いますんで、ぜひね、ニュースのチェックしていただければと思います。以上です。